荷物が届きました。今回買ったものは水槽立ち上げに使うものたちです。どうもサボリです。まずはこの災害の時代にこれをよし消化します。最初にね、これからよしと、これは水草たちです。今回ね、かなりねアイテム数多いですよ。一個一個紹介していきます。状態はどうかな。1、2、3、これから紹介します。リシア ×10 前景層に使う水草なんですけど、私今回リシア初めて。お、わかるかな。ふっさふさの絨毯みたいな感じ。これがリシアか。うん、状態もねかなりいいぞこれ。おっとっとっと、抜けてきます。はい、リシア10人前。続きまして、これいくか。アヌビアス、ハリ、ね、どれにしようかな。おまかせアヌビ、おまかせ、おまかせいきます。今回おまかせはね、2種類。おまかせアヌビアス、小型、中型。こっちからいこう。これ。よし、これで。3種類。ラウンドリーフ、まさか。バルテリー、マークロス、コンゲンミス、当たりじゃないのこれ。お任せ、今回当たりですね。はい、まずみんなご存知バルテリーから。これね、うちにもあるんですけど、今どの水槽にあるのか把握してません。アヌビアスね、結構ね分かりづらいんで、見た目が同じなんでね分かりづらいんですよ。よしと、なんで、なにこれ。バルテリー、かなり葉っぱが大きいです。状態は極めていい。うちにあるよりも全然いい。よしと、バルテリー、ちょっとここに。そしてラウンドリーフ、これどんなお魚かな。これどんな草かな。お、お、なんだっけこれ、なんだっけ、なんだっけ、ラウンドリーフ、これか。やした、ラウンドリーフ。主に中継ですね、中間層で。コンゲンミス、ムシ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 、コンゲンミス、コンゲンミス。あ、かわいい。なにこれ、コンゲンミス、葉っぱがねシュッてなってる。これがコンゲンミスか。よし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 、はい、ちょっとかなりねべちゃべちゃ地域、気にしません。続きまして、おまかせ、おまかせアヌビアス、小型から中型。おまかせのいいところはね、お買い得感、そしてかぶってる恐れがある。ここら辺もね
楽しみの一つなんですよ。お、竜王戦三浦場所失礼しました。小型からショートあるいは7ロングウェーブリーフ7盆栽それぞれ紹介しますよ。この一番長いショートからショートっていう割には長いんですけど、もはやロングです。いい、なにこれ、ショートなんとか、これいいですね、ショート。さらに7ロングウェーブリーフ、短いですけどロング7。お、密度がかなり密集地帯。これはね、癖かな、包まれた癖というよりもね、かなり密集してる感じがする。いや、どうかな、包まれて癖がついちゃったのかな。よし、だんだんイメージ湧いてきたぞ。そしてお任せの最後は7盆栽、名前がいいですよ、アヌビアス7盆栽。お、でも区別がつかない。さっきのがほとんど区別つきません。アヌビアス奥が深い、はい、7盆栽と何か、次は指名買いのやつですね。こっちからいくか、アヌビアスヘテロフィラ、これどんなやつだったかな、大切に、おっとっとっと、あっ、危ない、引っかかってる、引っかかってる、よいしょ、ヘテロフィラ、葉っぱが大きいやつ、それで背が高いやつかな。主にね、後継層的な役割、そんなイメージで選んだと思います。はい、状態は完璧。ハスティフォリア、これは、あ、なんか似て、全部同じに見えるんですけど、これあれかな、耳付きのやつ、最後にミニマ、おし、あ、ミニマ、細いタイプですね、葉っぱが細いタイプ、ミニマ、うん、これ指名買いするだけあって、アヌビアスお気に入りの水草です、ミニマ。これだけ買いましたね。もうね、名前がね覚えてません。もちろんね、この水草たち、ちょっと軽くレイアウトしたいな、ちょっと軽くレイアウトしよう、軽くレイアウトしてみて、ちょっと待ってね、可能性が あったあった、可能性が無限に広がる。こんな感じかな、あれ大丈夫。そしてリシアを散らせば、植物がいいとね、もう置くだけで一つレイアウトが完成できる。湧き水だらけの水槽はアヌビアス水槽でした。はい、一旦片付けてからまた紹介します。後半はアクアリウム用品です。まずこれを買いました。
乾電池式のエアポンプ、これを3つ、こうですね、 B1 2つ、 B2 1つ。少し前北海道で地震があったんですよ。その時ですね、うちのお魚たち、昨日北海道胆振地方を震源とするマグニチュード 6.7 の地震があり、多くが相次ぐ余震に不安を感じて車中泊することを決めた人たち。そして周りの人と声を掛け合ってこの災害を乗り越えていきましょう。その時うちの水槽はね、被害はありませんでした。電気の大切さを知った。今回ね、乾電池式のエアポンプ、お魚にとって一番ね、酸素不足があれかな、心配なんですよ。水の汚れ、そこら辺ね、餌さえやんなければ1日や2日ぐらい大丈夫だと思うんですよ。酸素供給ですね、エアポンプ3つ、電池式で。実はね、これ買う前にこのちっちゃいやつ3つ買ったんですよ。こっちはあれかな、8時間ぐらいしか持たないやつ。こっちは結構ね、持ちますね。アルカリ電池で約30時間、大きいやつの方が安心。うん、今回これ3つ買いました。これは今日は買ってません、未開封。メーカー終売でもう一生手に入らない恐れがあるんですよ。慌てて買っちゃいました。はい、ろ過バブル投げ込み式のフィルター。うん、何かとね、あれば便利。続きまして、水草関係のね、これを買ったんですよ。リシアに使うネット、高級ステンレスの網、これでね、育てるとあれかな、綺麗になるのかな。はい、ここでまたね、動画で紹介していきます。あとね、これもかな、グリーンネット5枚入り。これ何のために買ったかね、ちょっと忘れたんですけど、多分リシア関係に使おうかなと思ってね、買ったんじゃないかな、ネットで。今回のメイン、ここで紹介します。お魚の病気怖いですよね。これでさらに進化した UV ライト、いわゆるね、殺菌灯です。殺菌灯は初めて、以前コメントで教えてもらったんですけど、お魚の病気対策っていうのかな、悪い菌をこれでやっつけるやつ。はい、そこまでね、高くありません。 UV ライト、ここら辺もね、またセッティング動画、その時紹介します。そしてレイアウト素材っていうのかな、アクアリウムの小物、これからアズー、お魚たち、さらにエアストーン、昔からあるタイプのやつ、今回初めて噂を聞いてこれ買いました。ボロボロになるらしいです。で、カメ、これあれかな、台座が、はい、ディズニーの2問に出てきた、かわいいですね。さらに、あ、ちっちゃいやつだ、ちっちゃいウミガメ。うん、これはね、正直使うかどうか分かりません。とりあえず買ってみました。そして自分のお気に入りのアイテム、これアクアリウム用のボンド、
そして何かと便利なこれ、平べったい石、石組みの土台にもなるし、これにモスくくりつけて、レイアウトがねすごいやりやすいんですよ。この薄っぺらいやつ、いろいろ使い勝手がいい石、1キロ。おやつを買いました。ブルボン、プチポテト、薄塩、あるいはエビせん、うん、おやつ。最後におまけ、石3つ、総額23,814円。ちなみに一番高かったのは殺菌と。以上、アクアリウム用品とアヌビたちでした。ありがとうございました。殺菌と淡水海水療養60センチ以下水槽用、これね安くてコンパクトで選んだんですよね。アズジャパン6000万胸騒ぎ。